佐藤千佳子は料理研究家、フリーアナウンサー。料理教室、Y よりキッチン主催、野菜ソムリエプロ。血液型は B 型。1994年、新潟放送のスナッピーに就任。ハロー。ジャンボサタデー、カギとミトールのゴー、ゴー、パラダイスなどを担当した。アナウンサー時代の生産現場をめぐる取材において、食の世界に見せられる。 東京のフランスの料理学校に通うために、一旦ラジオの仕事を辞め、レストラン料理を学びながら、新潟のテレビのロケをするという生活を続けた。結婚、出産を経て、2002年4月より2020年6月の閉局まで FM ポートで番組を担当。番組の中では、140文字レシピを考案し、毎日ツイッターで情報発信をしていた。 閉局後もツイッターは継続され、情報発信を続けている。2020年10月より、新潟放送において、ラジオ番組、みんなのマルシェ佐藤千過子10分間のアルデンテを、工藤淳之介と共に担当。米文化やおにぎりをライフワークとしており、ワークショップにより、世界に食文化を発信している。著書の、おにぎり、365ワンダフルレシピスは、 2020年のグルマン世界料理本大賞のお米部門で1位を受賞した。ありがとうございます。